妖精主体の弾幕ごっこのような戦争ごっこね。なんだよ、興味なさげな感じだな。あいつが勝手に決めたルールでしょ。弾幕ごっこと重みが違うわ。そう言うなって。とりあえず知っておいて損はしない。知らないままで勝負ぶっかけられて恥をかくのもだろう。誰がふっかけてくるの。高魔界のお嬢さんとか、竹林のお姫さんとか、山の巫女さんとか、あと森の素敵な魔法使いさんだぜ。はいはい、なら教えてもらおうじゃない。恥をかいたら教えた魔法使いの恥になるわ。はい、行き止まり。はいはいっと。お兄さんこちらっと。ふん、まるで棒倒しね。私たちは支えて守る裏方だな。あの程度じゃ日が暮れても倒れないわよ、この棒倒し。それじゃあ次は少し難しく5倍の数で行ってみるか。5倍ってちょっと待ちなさいよ。弾幕ごっこみたいに簡単にピチューンしないのよ。そこはちゃんとルールもしっかりしてる。まあ見てろって。まったくキリがないわね、これは。はいっと。はい、行き止まり。罠？ああ、こいつも使ってしっかり守れって寸法さ。というわけで自由に置いてやってみな。なかなか面白いものだぜ。まったくキリがないわね、これは。はいっと。
さん、お兄さん、こちら。そう。はい、いきどまり。お兄さん、こちら。そう簡単な動作も。悪霊の名前は安くはないの。さて、基本こんなとこだな。相手陣地に攻め込んだり、防衛を交代でしたり。妖精以外も大人数で参加するルールもあるそうだぜ。中身知っても興味なさげだな。私向けじゃないって思っただけよ。ゆかりも顔出さないし、今回はもっと他向けなんじゃないかしら。どうかな。白霊の